局長さんが二人も揃って俺に何の用だ。何一つ成果を上げんくせに態度だけは一人前のようだな。成果？どれだけ俺が朱雀の勝利に貢献して。違う、君がすべきことは他にもある。あなたから一度もクラスゼロに関する報告を受けていません。この任に志願したと聞きましたわ。なるほど、この件てっきり軍令部長さんの独断かと思っていたが、朱雀議会でドクターアレシアを締め出そうって話なのか。兵たちが命を散らしている間にあんたらは味方の一人を締め出す算段をつけているってわけだ。言葉を慎め。君はレム・トキミヤよりも自分が適任だと勝って出たのだろう。それは無益な言い争いはこの辺にいたしましょう。私たちはただドクターが隠しているものを明らかにしたいだけなのです。でクラスゼロはどうなのだ。クラスゼロはドクターのことを信頼している。いや、それ以上か。みんなドクターのことをマザーって呼んでとても慕ってる。まるで家族みたい。ドクターの意のままに動かせるといったところか。報告内容はそれだけではあるまいな。クラスゼロは
候補生の中でも特に徹底されたプロ意識の持ち主で、戦闘中に私情を挟むことは一切ない。味方が死にかけていようと任務の遂行を最優先する。仲間も平気で見殺しにする。なるほど。ドクターが作り出した戦闘兵器というわけか。でも救える命は助けてくれた。ん？いや、ドクターが何を考えているのかわからないが、彼らには何も知らされていない気がする。何を言っている？先ほど君がドクターとクラスゼロの間には深い信頼関係があると報告したではないか。彼らはただ言われた通り戦っているだけだ。ドクターのために、それだけだと思う。情報漏洩を恐れてのことなのか。現状では不審な動きは確認されていない、そういうことですね。ああ。だがまだ結論を出すには早いな。引き続き監視をするのだ。ああ、分かったよ。それが君の兄上への弔いでもあろう。あなたのお兄さんのことは聞きました。お気の毒に。兄上のためにも君はこの任務を遂行すべきだな。そう思わんかね。ああ。では次はこちらから催促せずとも報告をなさい。あなたにとって知人を探るような任務は辛いかもしれませんが、これは必要なこと。辛くはない。俺はクラスゼロとお友達ってわけじゃない。それでいい。だがあの手だれのクラスゼロを一人で欺き続けるのは重労働であろう。今後のクラスゼロの監視にあたり、レム・トキミヤにも君の補助をさせようか。必要ない。いや、俺一人で十分だ。こんな仕事は俺一人で十分なんだ。ならばくれぐれも報告を忘れるな。ああ、分かったよ。分かった。もうしばらく様子を見ましょう。ドクターを調べるようなことをしていますが、私たちも彼女のことを信じたいのです。では行け。いざなクナギリに弟がいたというのは幸運であったな。兄の剣がある限りクラスゼロに情が移ることもあるまい。悪くない采配だ。俺はスザクの候補生で、イザナの弟で、クラスゼロで、レムの幼なじみで、俺は。
お疲れ。お疲れ。ご苦労。行っちゃいますか。しゃあ。
よし、出撃！クポ！クポ！損害は多いが、付け入る隙はあるはず。よし、次の手を打つぞ。この調子だ。このまま攻撃を続行せよ。よし、次の手を打つぞ。楽しみの時間だ。
戦闘張り火。いいぞ、予想以上の戦果が届いている。クリスタルの加護あれ。任務完了。よし、出撃。ここから先は行かせませんよ。全軍へ告ぐ。東方の敵を取れ。朱雀軍を根絶やしにするんだ。敵襲。しばらく付き合ってもらえる。防御を固めろ。もらった。総員戦闘配備。しばらく付き合ってもらいます。敵だ、防御固めろ。これならよし、出撃だ。敵襲！総員戦闘配備！
これ以上やられるわけにはいかん。守りきれぬとは。よし、その調子だ。いいぞ。まだ大丈夫だ。まずいぞ、このままでは。押されているぞ。よし、出撃だ。け、甘く見たな。以上やられるわけにはいかん。敵襲、総員戦闘配備。よし、その調子だ。いいぞ。大丈夫だ。まずいぞ、このままでは。敵に押されているぞ。総員戦闘配備。
総員戦闘配備。これ以上やられるわけにはいかん。よし、出撃だ。撤収。総員戦闘配備。守りきれぬとは。よし、その調子だ。いいぞ。まだだ、まだ大丈夫だ。まずい、このままでは。ここまで撤収。敵に押されているぞ。戦闘配備。け、甘く見たな。消える。だらしね。これ以上やられるわけにはいかん。守りきれぬとは。よし、その調子だ。いいぞ。まだだ、まだ大丈夫だ。まずいぞ、このままでは。
敵に押されているぞ。くっ、甘く見たな。これ以上やられるわけにはいかん。守りきれぬとは。よし、その調子だ。いいぞ。
敵襲、総員戦闘配備。敵襲、総員戦闘配備。くっ、甘く見たな。敵襲、総員戦闘配備。敵襲、総員戦闘配備。